次に塩川哲也君。日本共産党の塩川哲也です。先ほど国の機関における障害者雇用について質問いたしました。その定着率についてご答弁いただいたんですが、それに続けて厚労省に確認なんですけれども、先ほどご答弁いただけなかったこの2018年10月以降に採用した職員の方の定着率について、2020年6月1日までに採用された場合の定着率、手前の方で 83.4% お答えもいただいたんですが、この現時点の定着率はどうなっているのか、その点をお聞き したいのですが。厚生労働省、堀審議官。お答えいたします。先ほど塩川委員からお尋ねをいただきまして、ご答弁をさせていただいた定着率に関する調査でございますが、これは私ども国の行政機関の障害者の採用定着状況等の特別調査ということで、採用計画の期間、これは平成31年1月1日から12月31日まででございますけれども、この進捗状況でございますとか、採用者の定着状況等を把握をするために、関係府省の協力のもと、先ほど先生、委員からもご指摘のあった、その期間、つまり平成30年10月23日以降に雇い入れられた障害者に対して、人事的かつ特別に調査をして公表したものでございます。したがいまして、先ほどご紹介をさせていただいた調査時点のものに関しては、お尋ねのような調査結果をご紹介することができたのですが、現時点ではこの調査については、厚生労働省としては実証していないという、そういう状況でございます。塩川君。障害者雇用の水増し問題が発覚をして、その是正ということで、2018年の時に独自の採用方針も持って、霞が関における障害者雇用を推進を図ったわけですけれども、その時に入った方々が、引き続き仕事を続けていられるようなことをきちっと確認することが、この雇用の安定の面でも、職場における合理的配慮がちゃんと行われているかという点を確認する点でも極めて重要だと思っております。改めてこの2018年で採用された方以降の障害者雇用について、現在の定着率をきちっと明らかにする、そういう調査を行うことは考えませんか。久保田政策統括官。お答えいたします。ご指摘のように、令和2年の調査以降、国の機関対象とした調査は実施していないところでありますが、一方で、障害のある方もない方も、やりがいを持って働き続けることができる職場を作るということで、各省庁においてしっかりと取り組むべきということで、政府全体としていろいろな講習の実施などを行っているところでございます。今後の各省庁の状況を踏まえて、さらなる実態把握必要か否かについては、障害者の雇用状況を毎年把握しております厚生労働省と、適宜相談してまいりたいと考えております。塩川君。厚生労働省としては調査は考えませんか。はい。厚生労働省、堀審議官。厚生労働省といたしましては、内閣人事局等からご相談がありましたら、適宜そのご相談等に乗ってまいりたいと思います。はい、塩川君。定着率の現時点の調査もしっかり行って、その合理的配慮がどうなっているのか、本当、このような安定につながっているのか、こういったことをしっかりと検証して、改善策を取ることが必要です。その点でも、その障害者の雇用 その雇用形態がどうかということも、改めてきちっと確認しておく必要があると思います。常勤なのか非常勤なのか。常勤の場合でも、任期付き職員のように期限が定められたような雇用なのか、こういった点で、もちろん障害者の方の雇用のあり方についてのニーズも当然あるわけですけれども、実際にこの常勤、非常勤の区分、任期付き職員の人数、こういったことについての
人数をぜひ国の府省庁について明らかにしてもらいたいんですけれども、分かりますか。久保田政策統括官。お答えいたします。これにつきましても、先ほどから紹介させていただきます、厚生労働省が令和2年に行った調査において、平成30年10月23日から令和2年6月1日までに採用された法定雇用率上の障害者の方の人数は、常勤が1555人、非常勤が4231.1人余りとなっております。なお、常勤のうちの任期付き職員の人数につきましては、調査がなされてございません。塩川君。国の機関全体ということで、常勤が1550人で、非常勤は4231人、そういう意味でも、非常勤の方が非常に多いということも、ここに見て取れるわけであります。で、これ、それぞれの府省庁ごとの数字を、厚労省なり内閣官房が把握してないかというふうに聞きましたら、把握してないという話で、それぞれの府省庁に問い合わせをいたしました。で、その際に、この31の府省庁において、常勤と非常勤を区分して集計をされていたというのがわずか4省庁で、そういう点でね、各府省庁においても、しっかりとした雇用の形態についても明らかにしていただきたいと思っています。で、明らかにしたのが警察庁と金融庁と人事院と会計検査院と、この機関の皆さんのご努力は多とするものでありますけれども、非常勤の割合が非常に高いんじゃないのか、常勤の場合でも、任期付き職員など、期限の定めのある雇用形態になっていないのか、こういった実態の把握が必要だと思います。そこで常勤、非常勤の区分を明らかにされておられる警察庁さんに、常勤職員中の任期付き職員の人数や、また2018年10月以降に、この4年間で採用された障害者の方が、このうち何人か、お答えいただけないでしょうか。警察庁、渡辺総括審議官。お答えいたします。警察庁に勤務する職員のうち、障害者として把握している常勤職員は、令和4年6月1日現在で50名でございます。なお、非常勤は5名でございます。50名の常勤職員のうち、任期付きの職員は8名となっております。で、この4年間で採用した障害者である職員につきましては、20名ということになっております。塩川君。こういった数字を各府省庁でもぜひ明らかにしていただきたいと思っています。現状、ほとんどの役所で常勤、非常勤の区分が明らかになっておりません。全体としても非常勤の方が多いということもありますので、障害者の雇用の安定、職場への定着が図られているかが疑問であります。大臣にお尋ねしますけれども、障害者の雇用形態の実態把握、定着率の把握、またそれを踏まえた課題整理、これを行う必要があるのではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。河野大臣。障害者の雇用につきましては、やはり国がきちんと先頭を走るというのは大事なことなんだろうと思います。定着率、あるいは常勤、非常勤の数といったことだけでなく、それぞれの業務の質ですとか、あるいはそれに対する満足度、あるいは働く環境の中での問題点、こういったものを国がやはりしっかりと把握をして、それに対応していくということが大事だと思いますし、国が先頭を走るからこそ、民間もさまざまご努力をいただくんだろうと思います。現時点では国より民間の方がさまざまなご努力をいただいているというところは多分にございますので、国もやはり負けないような努力をする必要があると思っておりまして、内閣人事局といたしましては、厚労省に対しまして、定期的に調査をするよう依頼をしていきたいと思っております。塩川君。ぜひ障害者の雇用 この現場での実態を把握をいただいて、改善策を図るという点について、ぜひ大臣の方からも、厚労省関係機関への働きかけを改めて求めたいと思っています。そういう点で、ぜひ内閣人事局としても、この職場において合理的配慮が行われているかどうか、
で、これはやっぱり4年前の検証という意味でも、この障害者の職員の方に対するアンケート調査を実施をする、こういうことなどもお考えになったらどうかと思いますが、いかがでしょうか。河野大臣。内閣人事局でやるか、厚労省でやるか、そうしたことも含めながら、相談をしながらやってまいりたいと思います。塩川君。採用の応募資格の点についても、やはり障害者団体の方から改善を求められてまいりました。2018年の財務省の応募資格に、自力により通勤でき、かつ介助なしで業務の遂行が可能であることとありました。ヘルパー等を利用すれば通勤ができ、職場介助者の活用等で業務が遂行できる障害者を一律に排除する欠格条項であり、明らかに障害者差別だという障害者団体の指摘を受けて、財務省はこの要件を削除するということがありました。他にも活字印刷文に対応できることとか、口頭面接に対応できることといった障害者を排除する差別的な規定や合理的配慮の非提供に該当する要件などがないか、ぜひとも総点検を行ってもらいたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。河野大臣。合理的な配慮を求めるマニュアルというのが作成をされておりますので、各府省にこのマニュアルが徹底、されているように、しっかり周知をしていきたいと思います。塩川君。それと障害者枠で採用されたある職員の方は、配置転換を希望しているが、障害者であることを理由に却下をされている、各局の業務についての説明会は毎年行われているが、障害者職員には開催連絡がなく、参加すらさせてもらえないという声もあるというお聞きしました。こういったことについての改善策もぜひ図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。きちんと合理的な配慮が行われているように、そこは徹底していきたいと思います。ぜひ実態把握を踏まえた障害者雇用の拡大と雇用の安定を図るための取り組みを強めていただきたいと思います。で、残りの時間でケア労働者の賃上げの問題です。岸田総理が昨年強調しました 3% 9000円のケア労働者の賃上げがどうなったのか、この点について、保育士、幼稚園教諭の賃上げについて申請があった市町村数、および実際の賃上げ額について、明らかにしていただきたいと思います。内閣府吉住統括官。お答えいたします。今般の保育士等の処遇改善にかかる補助金について、申請があった市町村数は1455市町村であり、そのうち公立保育所について申請があった市町村数は510市町村となっております。実際の賃上げ額となる職員1人当たりの処遇改善の状況については把握しておりませんが、今般の補助金による処遇改善の実施にあたっては、補助額以上の賃金改善を実施すること、賃金改善計画書や賃金改善実績報告書を提出することなどを要件としており、補助額が賃金改善に確実に充てられるようにしております。塩川君。お配りしている資料にもありますように、申請した市町村は民間保育園を中心に全体の8割で、公立施設の申請では3割に届きません。賃上げ実績は把握もしていないと、この点ではやる気が問われる問題であります。で、同様に学童保育の実施状況はどうでしょうか。吉住統括官。お答えいたします。今般の放課後児童支援員等の処遇改善にかかる補助金について申請があった市町村数は1145市町村であり、そのうち公設公営の放課後児童クラブについて申請があった市町村数は345市町村となっておりますが、そもそも放課後児童クラブがない場合などもあることに留意するがあると考えております。実際の賃上げ額となる職員1人当たりの処遇改善の状況については把握しておりませんが、今般の補助金による処遇改善の実施にあたっては、補助額以上の賃金改善を実施すること、賃金改善計画書や賃金改善実績報告書を提出することなどを要件としており、補助額は賃金改善に確実に充てられるようにしております。塩川君。資料の2枚目にありますように、申請した市町村は、民間学童保育中心に全体の3分の2で、
公立施設の申請では2割にも届いていません。賃上げ実績についても、実額での把握が行われていないと。これでは政府のな、岸田首相の鳴り物入りの、そういった事業についてのやる気のなさというのを率直に指摘せざるを得ません。公立なんでこんな実施が少ないのかとか、実際の賃金額はどうなのか、こういったことは最低限把握をすべきことであります。もともとその子ども・子育て本部のお知らせには、この施設事業所での実際の職員配置状況などにより、1人当たりの引き上げ額が月額9000円を下回る場合がありますとあります。公定価格上の配置基準に基づいて補助額を算定しているために、こんなことをわざわざアナウンスをするような状況になっているわけです。この保育士の配置基準の低さ、これこそ見直すべきだと。それが保育士の賃上げにもつながる。4、5歳児の配置基準は74年前から変わっていません。3歳児は55年前から変わっていません。配置基準の抜本的な見直しをし、保育士をはじめとしたケア労働者の抜本的な賃上げを図ることを求めて質問を終わります。次に尾形